ドレディアを無事に沈めたのだな。はい。ならばよし。なんだ偉そうに。もちもちキノコを渡したいんだけどもな。あ、あとランクアップもしとこっか。ランクアップ、ランクアップ。島越隊長のとこって言ったよね。あれ、そういえばあいつは誰やっけ、鉄やっけ。え、隊長どこ、これか。確認する。図鑑を見せたまえ。どうぞ。どうでしょうか。承認する。ランクアップの手続きだ。イエーイ、これで三つ星になったぜ。私単位ランクアップ。君の銀河団団員としてのランクは三つ星に上がった。アイノは新しくスーパーボールが使えるようになった。お、レベル40までのポケモンが指示を聞いてくれるようになった。調査報告で得られる報酬を多くもらえるようになった。これらも渡す。クラフトに必要なレシピだ。お、スーパーボールのレシピ。では次ならランクを目指しポケモン図鑑完成に勤しめ。了解です。外のは次のクエストかな。あれ、さっきのは、さっきのクエストまでの距離のやつは別に何も関係ないんですかね。普通に外に出ろっていうだけやったんかな。ねえ、マジさ、あの、一人一人のさ、あの、住人たちの名前を地図に表示してほしいんやけど。さすがにそんなことは無理？くあの、正宗だかなんだか、あいつがどこにいるのかがわかんないんだけど、どんな人かもわからないんだけども。あの、もちもちキノコを欲しがっている人、誰か知らないっすかね。何調べる。三尾橋。あ、そんな名前があるんですね。はい。死の。ついよ。全然いねえじゃねえか。全くいねえじゃねえか。もちもちキノコ。これブイゼルの人やんね。助け。くっ。もう次のグレンの湿地に向かいますか。もうわからんけん、グレンの湿地に向かおう。まあ、一応人の名前は見てくけど。ネギシ、違うね。マサなんちゃらって名前やった。これは一体何の数字なんやろうね。ん、この人は、あ、あれか、違うか。外に出ます。さあ、それじゃあ次は湿地ベースでいいんかな。まあ、おそらくそうでしょう。湿地ベースへ。さっきの女、あれ、ムベさんの芋餅を食っていたよな。そういや、ユーガオさん、ガチグマに乗って地中の宝を掘っていたっけな。あれは匂いに反応しているのかな。らしいっす。ガチグマは日夏の匂いが青い反応で分かるようになった。青い反応？ふんふんふん。か、なに今の。独り言？この辺は違うんすね。ふんふん。じゃ、ちょい、乗りましょう。ガチグマに。おー、青い光。これを追いかけていけばいいってことやね。てか、なんかスピード速えな。どうした。うん、こっちじゃない、こっちか。ふんふんふん。ってことは、そこの橋を渡っていけばいいということですね。で、こっちだ。しばらくずっとスティック倒しとったら速くなるっぽい。ん、こっち、ここの上。さすがにここの上登れんて。え、登れない。あやちしの方になったら登れるんじゃね。うーん、そんなことなかった。
待って、そこに登っていくには怖いんですけど、やめてよとりあえずまたもう一回こっちずっと行って、怖い怖い、もう後ろ振りも来たくないわ恐ろしすぎて。どっか登れるところまで回っていかんといかんってことよね。めんどくせえな、そういうのゼルダみたいに壁登らせろよ、壁を。あとジャンプができんっていうのもね。なんだ、どこから登れるんだ。つぼつぼかと思った、全然違う。あ、その辺から入っていけるんかな。なんかだいぶ回ったな。めちゃくちゃ回ったな。ちゃんと見つけれるかな。とりあえず、黄色いマークがチラッと出る程度。どうした、雨かと思った。あんなところにも人が。こっちの方向ね。ん？こっちか。ゴーストは捕まえたんやっけな。ゴースト、ゴースト捕まえたん。ゴーストゴースト捕まえたんかな。何あれ、スカンプでかい版がおるんやけど、やめてよ。やめてよ、やめてよ。お、ちょっと強くなってきたんじゃない？あれ？弱いぞ。上がらせろよ、おい。え、これか？これじゃね？君だよね。いたいた。全然違うとこ上がっていくとこやった。あ、あゆな。ガチグマは？落ち着いたよ。何？何拾ってんだ？強いんだな。で、どうしてここに？ガチグマのおかげ。私の食べた芋餅の匂い辿ってきたの？すごいな、ガチグマ。さすが神王様に力をもらったポケモンの子孫だね。どうしたの？足ひねったの？私は罰が当たったのか、ポケモンに追われ足をひねっちゃった。いたいた、あなたがひなつだね。おぉ。ひゃあ。あ、あの、ゆうがおさん。私、この通り謝りますよ。今後の小娘と思い、あしらっていたことを含めて。足が悪かったね。申し訳ない。え、だって、ドレディアが荒ぶったのも、ガチグマが暴れたのも、あなたは悪くない。むしろ2匹を助けようとしたんだろ？あ、なるほどね。よかった、悪い子じゃなくて。なのにあなたの話を聞かなくてさ、これでは長く生きている意味がないよ。いえ、私もきちんと説明できなくて、荒ぶったドレディアに近づいたガチグマが、ドレディアの香りでおかしくなってしまったのに。なんか粉がついてるってやったよね。花粉的なものかな。植物っていう風に私は予想しとるけん。なるほど。ガチグマについていた何かの粉はドレディアのものだね。で、その後どうしたんだい？沈め玉の材料を集めていて、転んで足をひねって。で、ずっとここに、周りめっちゃポケモンうろうろしよるよ。ことぶき村を訪ねたのは、銀河団にガチグマのことを頼むのと、クラフトのことを教えてもらうためでもあったんだ。ラベン博士に、沈め玉のことを教わり、ドレディアの好きな餌を集めて、沈め玉を作ってみたんだけど、うまくいかんかった。銀河団の技術すごいな。私もいろいろ教わりたいよ。あれ、いつの間に。後ろめちゃくちゃ揺れよんやけど。だったらよ、事態を解決しねえとな。木が気になります。リーダー。なーに、一人で背負い込んでんだ。そんなに頼りないのか、俺は。うん、まあ、頼りねえな。神王様は見たこともねえし。ドレディアの異変も想像できなかったし。おい、あゆな。ひなつがこしらえて沈め玉。舞台の鎖まで運んでおくからよ。あ、また私が投げるやつってことか。大丈夫ですからね。あゆながドレディアを沈めてくれる。それで万事解決ですよ。私一人に背負わせすぎじゃないですかね。ちょっとみんな投げようや。あゆな、あなたはドレディアのキング場である舞台の戦場に向かいなさいな。ひなつはわしとアイボンビーダルでちゃんと連れて行きますからね。休んでた方がよくね。足ひねっとるの連れてこんでもさ。いやー！めっちゃ攻撃されるんですけど、怖い。
そんなところでよく治療できるね。何？誰？ゴースか。恐ろしすぎるんですが。あっちか。武者向かおう。何これ、こいつで壊せる？ねえ、何これ、どうすればいいの？これは壊せないやつ？え、でもこの先じゃね？これなんかできるんかな？ちょい待って。下ろして下ろして。あ、あれか。普通にポケモンを出せばいいってことか。誰でできるんか知らんけど。レントラーだ、そーっと。すげえ、超かっこいいやん。ありがとう。めっちゃかっこいいやん。一段階ずつ、ちょっとずつちょっとずつ行くんかと思ったら、一匹でいっぺんにやっていけるんやね、あれ。やば。かっこいい、レントラー。あ、で、こっから上がれる？ん？違うな。なに？どこ？え、待って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 。これは一体、舞台の行く空、これか。飛べんよね。そこには飛べないんですね。え？なに？どうやって行けばいいん？これ。え？こっちの、あれか？え？こっちの、水辺、通って行きよったら、たどり着ける？ちょいと行き方がよくわからねえんだが。早岸で行こう。スピードスピード。次でレベル30ぐらいかな。くっ。え、アンノーンおるやん。ねえ、アンノーン。あ、ちちちち。ねえ、アンノーンおったよ。ねえ、おったんやけど、これどうしたらいいん？ねえ、これどうしたらいいん？ねえねえ、どうしたらいいこれ。え、捕まえれんのよね。雨降ってきた。捕まえれんらしいけど、ちょっと一旦モンスターボール投げてみる？あ、モンスターボールには入るんや。あれ、捕まった。戦闘ができんってだけで捕まえることはできるん？なるほどね。捕まえたよ。やったね。やったね。なんか急激に普通におったけんびっくりした。じゃあ戦闘はできんし、どうやっていくねん。こっち側じゃないね。向こう側やね。橋渡ってくるんじゃなかった。戦闘はできんし、向こうから攻撃してくることもないってこと。動かんのやね、全然。なんかアンノーンってさ、ねった。原子の力やっけ？目覚めるパワーやっけ？なんか、技の種類めっちゃ少なかったよね。もう壁を登れんかったらさ、こういうなんか、回り道、回り道。ね、めんどくさいよね。めっちゃ、あ、なんかいけそうな気がするよ。ここ何？これ新しい依頼のやつじゃない？え、何ここ？集落に来るとは珍しい人だ。集落やって。へぇ。何それ、時間ごっこ。何その格好。時が過ぎるのを待つだけじゃん。なんだよ、その遊び。銀河団、電木の部下か。関さんに用事か？の人か。あなたは銀河団の方よね。コダックの頭痛を治せる薬を知らない？一緒に暮らしてるコダックたちが頭痛で辛そうなの。どうにかしてあげたいけど、普通の薬では効かなくて。コダックはもうそういうものだよ。いろんな人が集まった銀河団なら、医術に詳しい人もいるんじゃないの？お願い、薬を探してくれない？頭を抱えたコダックたち。コダックは頭を抱えてるものなんだよ。そんなことあれか、昔の人やけんわからんのかな。え、座っとる、かわいい。ことぶき村でコダックの頭痛に効く薬の情報を集める。なんか平和だね。すごい平和な感じやね。こっちの方向か？あ、上がっていけそう、上がっていけそう。お、
これはサイフォンか、ちっちゃいね、なんか。いや、あやじしがでかいだけか。なんかだいぶ思ってたよりも小さい。サイドになったらでかくなるんかな。お、いけそうな気がするよ。てか、この辺に、あれかな、金剛集落。これで金剛集落にも飛べるようになったんかな。よきよき。え、待って、数字が見えなくなったんですけど。数字が見えないんす。何あれ。うわ、ベロリンガの強い版や。こっちじゃねえな、あっちだな。え、これぐるっと回っていける？この辺はもう回っていけんかな。ベロリンガかわいいよね。あ、ここ登れそうな気が。おっと、登れた。キー、これより先には進めません。この文字が出たということは、そこから先にはマップがないということだな。あ、ベロリンガーかわいい。待って、見えねえよ。え、ってことはさ、どこだ？遠くなってく。どんどん遠くなってく。ってことは違うんだな。こっちの方向ではないということだな。いや、山の天気は変わりやすいと言うけども、めっちゃ土砂降られてるんですが。超土砂降られてるんですが、ここ危なくね？あ、こっちか。オッケーオッケー。で、多分、こっちじゃなくって、別で行けるところがあるのでは。これ上の方に上がってきたけん、めっちゃ土砂降りなんかな。あ、霧で。何今の、なんか変な声聞こえんかった？気のせいかな。この辺ロゼリアめっちゃおるやん。図鑑完成させれそう。あ、近づいてきたー。近づいてきたよ。どこ？え、危ねえ、落ちる。こっちやね。こっちだ、こっちだ。あ、ここやん。イエーイ。着いたー、やっと。ふう、お待たせしました。来たってことは準備万端ってことやな。おう、オッケーっす。多分。荒ぶっても美しいドレディアの姿、とくと拝見させていただこうぜ。晴天の中見たかった。みんな雨降っとんかな。ストーリー上のとか？お待たせしましたね。あ、来た来た。早くない？私今着いたとこなんやけど。ほら、日夏の足もわしの塗り薬でバッチリですよ。ね、その薬さ、コダックに聞けませんかね。夕顔さん、新時代のあんたにいろいろ迷惑をかけて申し訳ね。この子は自分一人で解決しようとして、抱えきれず、かえってみんなに迷惑をかけましたが、今後、行動の根底は前進です。これちゃんと服濡れとん。闘技クイーンドレディアは、舞姫のごとく絶え間なく動くからね。バッチリ注目しながら回避に専念するのもありだね。で、投げつけるんやろ？ああ、回避していればドレディアも疲れて隙を見せる。そこでポケモンの入ったボールを投げ、強さを見せつけるんだろ。頼んだぜ。ほう。戦闘はしないといけないんですね。多分、マグマラシで、いけるのではないかと思うんですが。マグマラシやったっけ？私が持っとったの。ちょっとそこからなんやけど。キャー、すげえ風。あ、でも霧が晴れてきた。おお、なんか思っとったんと違う。思っとったんとは違うけど、まあまあ。ね、なんかあれじゃない？アプリでさ、あるやん。スカイってやつ。あれに出てきそうじゃない？めっちゃ。わかる？私、インストールしてすぐ、アンストしてしまったけど。でも、シュール人結構おるよね。なんか女の子にすごい人気なんやろ？回避で回くぐる。Y ボタンの回避。は、無敵状態となってポケモンの技をかわすことができます。ポケモンの妨害に当たりしてうまくタイミングを合わせ回避してください。ほうほうほう。で、沈め玉も、いやー、びっくりしたー。イエー、今のは当たってないんか。
沈めたまま、もう当てんといかんのよね。にゃーにゃいや、今のは遅れたんすよ、ボタンが。怖い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 、ひぃよっ。これちゃんと減らせるよる、減らせるよるっぽいね。あー待って、3回2回だと思った。お、なんか、ちょ待って待って待ってくれ、ポケモンポケモンポケモン、いけマグマらしい、立ち上がっちゃった立ち上がっちゃった、まあ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 大丈夫か、いけ火炎車、おお楽勝いけるね、いや全然いけるね、余裕余裕、レベル上げててよかったで、いけ火炎車、イエーイ、沈め玉、いけ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 、そっかここで減らさんかったら意味ないんよね、あそこでさ体力ゼロに、あそこで体力をさゼロにしたわけやん、やめてパターン変えてこないでくれるかしらでもあそこでゼロにしてもここでもうゼロにならんと意味ないってことなんよね、うっそー、そんな二重にさ怖いねえ、めっちゃあー痛い痛いよー、お、ポケモン投げて、はい、戦います、一気マグマらしい、ふー、怖いよー、これさ、ここでさまあ体力減らしてやっつけれるわけやん、ここでやっつけたことによってさ、あっちのゲージも減りよる、私には全くわからんかったんやけどでもじゃないとさ、せっかく戦闘してやっつける意味ないよね、あー待って、ちょっと待って、ムクバード行くわ、草タイプには炎タイプと飛行タイプやけんね、いっけ風起こし、イエーイ効果抜群、これ当てるチャンスになっただけでさ別にって感じよね、お、もういけるんじゃねこれ、びっくりした、なんか殺されるかと思ったイエーイ、てか思ったより連続でめっちゃ当てれるめちゃくちゃ当てれる、静まった、かわいい、光ってない方がかわいいよ君、イエーイ、めっちゃレベル上がるやん、みんなレベル30超えたかな、お上品だね、どうも、ドレディアから緑のプレートを受け取った、草のタイプの石板、あるポケモンに使うと草の力を得る、身長高いなありがとな、ドレディアだけじゃなく、ヒナツを救ってくれてよ。ガチグマのことといい、ドレディアのことといい、あんたすごいな。ふん、やっぱりドレディアが荒ぶるのってふさわしくないや。こんなお上品なんやけんね。DD。ヒナツ、おめえ謝るべき人がいるだろ。え？いいのよ、気にしなくって。年葉のいかない若い娘さんなら、周りが見えなくなるなんてよくある話。すべての命は別の命と出会い、何かを生み出す。随の遺跡に残された言葉、きっと神王様の教え、もっとも、わしも誰かさんの頑張りを見るまで忘れていましたけど、最初ツンツンしとったもんね、ゆうがおさん、恩に来ます、ひなつ、一人で抱え込むんじゃないよ、キャプテンはポケモンと寄り添うことを知っている人間だろ、はい、ごめんなさい、でも素直に受け入れれるんやけん大丈夫、ゆうがおさんにまとめられたら俺が怒るわけにもいかねえよ、ひなつ、おめえの中の正義を通そうとしたのはいい。だけどよ、嘘だけは勘弁してくれや。おめえはそのままでいいや。ドレディアにまた何かあれば、今度は正しいやり方で守れ。そのために鍛えておけよ。うん。ひなつ、これからは共に湿地を守るとしますかね。
勝ち熊のこと、カイには金剛団と銀河団に救われたと伝えておきます。あゆな、ご苦労様。三つの団が手を携えた一日でしたね。え、なんか私だけさ、なんか頑張りの割合がすごくない？なんかみんなに比べてさ、わしとしては楽しかったですよ。ではごきげんよう。俺は金剛団リーダーの席、時をつかさる神王様を崇める者。時は移ろうものだからよ。変化を恐れずに、俺たちの時代を良くしていけばいい。なんで今、名乗ったん？それにはあんたらを助けるのがいいって気がするからよ。じゃあな。あいな、ありがとう。私はドレギアと話すよ。うんうん、そうして。あなたみたいないい子が荒ぶるなんてどうしたんだよ。でも私が悪いよな。ちゃんと守れずに、欺いて。ディディ。かわいい。めっちゃかわいい。天木団長に任務完了の報告しに行こう。ってことで。出口？いや、とりあえず、ベースキャンプに、どこでもいいんで行こう。あなた素晴らしいです。何？時空の裂け目に消えていく光。またまたキングを沈めましたね。はい。キング通過クイーンやったけど。なぜ荒ぶるのかという謎は解けていないようですが、荒ぶるキングを恐れずに沈めていく凄さたるや。いや、怖いんすよ、あれ。めっちゃ怖いんよ。あなたという存在が翡翠の歴史を変えるのでは。もっと仲良くしてください。ではまた今度。うわー、なんかあれやね。なんか、この先有望な人間にすり寄ってくる嫌な感じのやつ。ポケモン一匹捕まえたのですね。報告お願いするのです。何捕まえたっけ、私。え、アンノンか。イエーイ。お、なんか報酬結構でかい？一匹にしては。調査が進んだようですね。早速報告してください。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。今回の更新はアンノンだけか。お、好きな餌も持っているものも研究不足だ。発見されたばかりのポケモン、現在調査中。じゃあ、とりあえずアンノン捕まえた数が増えてきたら、数だけじゃなくて種類も増えてきたら、いろいろと謎が解明してくるんかな。闘技クイーンドレディアを沈めたのですね。村に戻って電木さんに報告です。了解です。ふう、帰ってきたー。あ、どうも。わしほどの達人となれば、芋餅は一味も二味も違うわけよ。お前も今夜は芋餅に深く感謝しながら味わえ。何急に。ほら、電木に報告せんか。飯を食うのはその後だ。急になんか偉そうに近寄ってきたんだけど。何マウントですか？なんかいろいろおるけど、とりあえず、上のおっちゃんやね。報告しておこう。あ、上がりにくい。沈めてきたよ、クイーン。ドレディアを無事に沈めたのだな。はい。ならばよし。なんだ、偉そうに。銀河団が翡翠地方で暮らすため、場合によってはポケモンと戦うだろう。だがそれも争いのない新天地を作り出すため。時空の裂け目から落ちてきたお前。時空の裂け目寄りのから、雷にて荒ぶるキング。もしかして関わりがあったりせんだろうな。知らんよ、そんなこと。ないことを証明するために、裂け目も調べるもならんかもな。お、メイン任務、日夏の悩み達成。なんかさっきの言い方、最終的なストーリーの流れは、が、お前が落ちてきたせいで、みたいな感じになりそう。ほらよ、出来たて熱々の芋餅じゃ。芋餅美味しいよね。私もめっちゃ好きなんやけど。みんなと芋餅を味わい、ポケモンの研究調査をまとめ、ぐっすり眠る、良いことです。毎日同じようなことの繰り返して、調査も生活の準備も進んでいるのかな。私全然同じことの繰り返しじゃねえよ。
めちゃくちゃいろんなことしよるけど。そうだ、アユナに刺激のあるものをやるよ。ん？アユナはバリバリ玉のレシピを手に入れた。何バリバリ玉？ノープロブレムです。自分を信じることです。そうすれば生きる道も見えてきます。この言葉を信じるのです。そうすればいつかポケモン図鑑も完成します。騒がしいな、食べ方が。翌日。なんだなんだ、早速もう次の任務か。おはよう。おう、超笑顔じゃねえか。あいな、私サンパチ屋で働く。え？え？え？待って。マジで？え、冒険に出るとかそういう感じじゃなくて、そんななんか一般職に就くんですか？いや、まあ美容師大変やけどね。私だけが言える髪型も選べるようにする。髪型増えるってこと？もちろんドレディアのキャプテンも続ける。二足のわらじってやつ。ほうほう。まあ、なんか楽しそうで何より。アイナも散髪屋においでよ。髪結いしてやるからさ。じゃあ新しい髪型増えるんなら行ってみようかな。サボさんも散髪屋の後継者ができてよかった。で、デンボクさん、あのガチグマのことだけど。ことぶき村で働くのであれば、どこの誰であろうと大切な仲間。ひなつ殿、よろしく頼む。いつまでもみんな怒ってないわ、大丈夫。あゆな、始まりの浜に向かうぞ。ついてこい。びっくりしたやん、ちょっと。なに、強制的に連れてかれた。私は今から髪を言う予定だったんだけど。後でって思ったのに。翡翠地方にいらしたばかりの方々だ。これから寿村で共に暮らす。ほう。他にも島があるってこと？銀河団が初上陸したのか、ここ始まりの浜。あなたたちの新しい生活も、ここから始まりますぞ。水地方は強く怖い野生のポケモンが多くいると聞いています。ですが、銀河団はポケモンに詳しく、不思議な力を借りて、寿村を発展させているとか。その通りです。それらの伝聞は、調査隊アイラのおかげ。みんなでさらに寿村を発展させ、水で暮らしていきましょう。なに、ここを世界の中心にするってことか？デンボクさん、よろしくお願いいたします。あ、みんなもう寿村に向かった？調査隊がポケモンを調べることで、安心して行動できる範囲が広がり、彼らを受け入れることができた。どんどん人が増えていくってことかな？あゆな、お前は本当にポケモンが好きなのかな？まあ、はい。普通に。ポケモンは銀河団の同胞を何人も襲っている。それでも好きというのは調査隊に必要な資質かもな。よいか？ポケモンは恐ろしい生き物。共に暮らすにせよ、そうでないにせよ、ポケモンのことは詳しく知っておかねばならない。今めっちゃ鳴き声が聞こえたぞ。この電木、団長として寿村の皆を守るためであれば、時として過断な処置を下す。ボス、真珠団のカイさんがいらしてます。あの剣だな。何怪しい。あゆなよ。調査隊の働きによって変わりつつある、寿村の様子を見ろ。その上で団長室に来るのだ。よいな。ふん。あれかな。どんどん人が増えて、新しい店ができたりとかいろいろ、発展していく？そういう系好きなんやけど。なんか人おった。家族に呼ばれてきたが、いやはや何もなくていいね。だってこれからあれこれ増えるんだろ？楽しいよね、そういうの。村づくりとか町づくりとか、いい感じ。あ、ここ、村の中の浜なん。なるほどね。フィールド上じゃないんや、これ。確かに、あやじしとか全然、呼び出せんや。なるほどね、こんな場所があったんや。初めて知った。ね、方向こっちで合ってる？合っとるね。合ってた、合ってた。何かしらの変化がもうすでに起きとる。まあ、あんだけの人が来たんやけん、変化はしとるか。どこですかね。
あ、こっちか。あ、ここや、ここ。ここあれやろ？バルーン割りしたとこやろ？今私が持っとるフワライドやっけ？あれのバルーン割ったとこや。なるほどね。ここの先にあんな浜があったんか。あんなとこまで抜けていったことはなかったね。あ、すごい。見て見て、なんか建物立ち寄る。え、ここ。何にもなかったんやっけ。あ、何もなかったんか。こういう状態やったんか。え、じゃあ次、また何かしらストーリー進んだら、ここにもなんか立つってことよね。すごーい。いいね、いいね。いいね、いいね。めっちゃ楽しいやん。よきよき。超絶よきよき。ふんふんふん。はい、ということで。よし。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。すごいなんかね、村の発展要素まで出てきた。でも自分の好きなようには何もできんのやろうけど、でもなんか変わっていくのは楽しい。よっ。